叫んなよ。てめえらなんかに俺らのたった一つの居場所を渡してたまるか。ああ、おいおい、この程度でリング上がってんの。おい、何やってんだ。達也さん、今さら何しに来やがって。信じガキ、よそ見してんじゃねえ。出せよチャラ。信じ、やめろ。信じ、てめえぶっ殺してやる。やめろ誠。やられっぱなしで黙ってんのかよ。やめろ。本当に笑わせんな。これがドラゴンヒートの実力かよ。頭、もうめんどくせえことしねえで今潰してさっさと帰りましょうよ。起きた、失礼やぞ。で、ルールはどないしまっか。そやな、うちからはこの起きたを含めとりあえず8人立ちますわ。8人、まさかアシュラの8部署か。ようお気づきで。真剣勝負を提案した以上、失礼のないようにこっちもフルメンバーに声かけますよって。とにかく8勝した方が勝ちということで、どないでっか。待て、こっちには8部衆と互角に戦えるメンバーが8人もいねえ。やったらドラゴンヒートさんはまともな誰かさんが何回戦ってもええですよ。要は8人潰せば勝ち、ルールは単純な方がええでっしゃろ。そういう問題じゃ。最初は起きた一人でもええかなと思ったんですが、そちらさんにもなかなかええファイターがおるみたいなんでね。あいつは関係ない。で、どうでっしゃろうか。よか、受ければとりあえずカムロ町の若い連中に手出しはしねえんだな。そりゃ無理やな。何？のんきに話を進める気はない。受けるんやったら勝てばええやんけ。勝てば文句は言わん。これ以上ダダこねよったら力ずくでいくで。ああ、少し時間をくれ。もちろんや。ほな、ええ返事待っとります。それ届いてや。その子の治療費でさ。久しぶりやな、達也ちゃん。くっ、剛健ジムの所属らしいやないけ。あのチンピラが出世したもんよの。なんだと。おっつ、相変わらずやな。シャバに出たんなら競技ってもんも覚えとかんとあかんな。うるせえ。でも達也ちゃんも驚いたやろ。ここも先代の茎が死んでからえらい落ちぶれてしもうてな。てめえの仕切りがいい加減だったからだろ。そうかいな。誰がやっても一緒やったで。まずファイターがあかんかったからな。でもな、今度はアシュラの連中がついとる。今とは変わるで。もうじきわしのもんになる。そしたらまたウハウハの時代が戻ってくるんや。なんやったらわしがお前の試合組んだってもええで。ハハハハハ。オナな、達也ちゃん。シンジ、絶対敵は撃ってやるからな。